香ばしいチーズがとろーり、焼きたてのドリア、みんな大好きよね。パン派のあなた、こちらはいかがかしら。今日は魚介を使った和風ドリアと和風トーストをご紹介するわね。どっちにしようか迷っちゃう。お寿司屋さんのパンダクッキング。おいしい。はい、お寿司屋さんの簡単クッキング、今日は2回目です。アシスタントの姫路金田でございます。またよろしくお願いいたします。本日は桜寿司の2代目土戸正俊さんに来ていただいております。土戸さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日紹介していただくのは、はい、和風ドリア、はい、っていうんですね、はい、和風ドリアと、はい、もう一つが和風トースト、はい、トーストは和風になるわけですね。両方とも和風の味付けです、はい、楽しみです。一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速教えていただけますでしょうか。はい、どうぞよろしくお願いいたします。まずはナスから切らせていただきます。ナス、はい、大きめのナス、はい、今日は2本使いますね。4個分に。2本ということは2人前お作りになる。あ、そうです。はい、はい、適当に大体こんなもんで。その体の割れには包丁ちっちゃいですね。そうなんですよ、気づきました。はい、包丁がちっちゃく見えるのかなと思ったら、いや最近これに憧れんですよね、ちっちゃいのに。なんか変な趣味もいやいやいや、やめてください、手切ります。はい、はい、取りました。次にナス OK です。はい、塩を送って、あの白鶏とちょっと英語見取ります。適量でよろしいんですか。塩コショウですよね。はい、はい、大体でパパッと、はい、次です。さて次は、はい、昨夜余った皆さんのお刺身これに塩コショウしていきます。余ったというかすごく美味しそうなお刺身がいやいやいや、これにもちょっと塩コショウしていきます。マグロのその辺中トロと赤身が、そうですね、ちょっと混じって、エビとか、エビとタコ、あと白身などホタテ、ちょっと大きいのでちょっとカットしますね。はい、2つぐらい、よいしょ。でこれも塩コショウします。はい、はい、はい、じゃあちょっとそろそろナスがいい感じになると思いますので水洗いしていきます。はい、しっかり絞った方が、よいしょ、潰れるくらいきっちり絞りました。はい、はい、きっちり絞りました。次はですね、お味噌に、お味噌に牛乳、牛乳はどのくらいですか。これとりあえずですね、今 200cc あるんですけど、はい、お味噌がだいたい小さじ2杯分ぐらいで、あ、そちらに、はい、ちょっと溶かします。味噌をちょっと軽く溶かしておいて、
玉がちょっとなくなってきたら、はい、もうちょっとだけ足して、はい、こんな感じですね。はい、鍋温めます。ちょっと温まる前にこっちを全部かけておきますね。はい、なんですけど、ナスも一緒にここで混ぜちゃうんですね。はい、はい、こっちに別にします。これも小麦粉でちょっと、これも適量です。普通の油でも構いません。はい、今日はごま油を。はい、今日ごま油にしました。温まってきたので、最初ナスから炒めます。はい。はい、しんなりするまでちょっと火入れますね。ナスがしんなりになるまでかと待ちます。はい、はい、ちょっと焦げ目がついてきたので、はい、これ先ほどのこの具材をこちら側で炒めます。こちら側のお刺身を全部、はい、入れちゃいました。入れました。すごい豪華ですね。これはどのくらい？あっからでも焦げ目が出る。火が、ちょっと火が通ればいいんですけど、もうちょっと。いい感じで、あ、少しずつ。はい。いい感じに。いい感じですね。はい。ようやく。はい。ここで合わせちゃいます。なるほど。では豪快に、はい、豪快にかけてもらいまして、そこへ、はい、先ほどの、はい、味噌ですね。ここで、あ、いい音出てきましたね。はい、小さくですね、あの牛乳を入れます。はい、一回に入れないで三回くらいに分けて入れると、あのダマにならなくて、なるほど、出てきます。ね、味噌の風味ふわーっとそうですね、ね、はい、そうです。はい、また少しずつ2回目ですね。この具材の小麦粉が、あのとろみ出してくれるので、はい、はい、ホワイトソースなんか作んなくてもこれで簡単にできちゃうっていう。なるほど、はい、いい感じ、いい感じ。はい、最後に全部入れちゃいます。はい、全部入れてください。は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 い。今日はこれだけだとちょっと野菜が足りないので、もうちょっと今回しめじと、しめじと、は
はい、えのきを入れます。えのきをちょっと軽く混ぜて、これはお好みでよろしいんですね。はい、大丈夫です。では最後にですね、もうちょっとしめじがもうちょっとしんなりしたらバターを入れます。でバターを入れて、はい、香り付けにちょっとコクを出すのに、はい、すごいのいっぱい入ってますよね。具材がいっぱいですよ。お醤油を香り付けに半周だけ入れて出来上がりです。はい、はい、じゃあ盛り付けに入ります。こちらで、はい、はい、ご飯は冷たくても温かくても大丈夫ですね。はい、でも炊きたてでも何でも構わないです。オーブンで熱々ですからね、上のこんな感じで、はい、はい、とろけるチーズを上から振りかけます。これくらいですかね。はい、じゃあトースターに入れます。大体 3,4 分あれば十分だと思います。温度は200度ぐらいですかね。温度は200度に設定で、まあ、3,4 分、まあ、見ながらということですか。はい、焦げ目がつけば出来上がりです。あ、なるほど、見えますからとはいいですね。はい、はい、じゃあいい感じです。いきます。はい、取りました。はい、ありがとうございます。では最後にシソの葉をちょっと散らして、ここパラパラパラとですね、はい、色いい感じですね。ありがとうございます。じゃ完成です。はい、和風ドリアの完成です。はい、今回はもう一品ご紹介していただきます。はい、どんな料理なんでしょうか。朝に食パン派の人に余った食材でお刺身で和風のトーストを作ります。なんかこう 見ましたらちょっとまたお刺身を使ってトーストですね。はい、間違いないですよね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずとろろなんですけど、今市販で冷凍のとろろがあるのでこれを使っちゃいます。これがとろろですか。はいはい、あ、本当だ。もうすらなくてもいいので手かゆかゆならなくていいですよね。はい、まずとろろ入れます。はい、いただきます。ごめんなさい、はい、そこにですね、めんつゆです。はいはい、とろろにめんつゆ、はい、だいたいこんなのかな。で、かき混ぜます。今のところとろろにめんつゆですよね。はいはい、これをバターに塗り、あ、バターじゃない、パンに塗りますへへ、こうやって、はぁ、はい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 、はい、これも大体でいいです。はい、こんな感じかなって、ジャム塗ったような感じで。ジャムには見えませんそんな感覚で塗ってください。はい、とろろですよね。はい、はい、とろろ塗りました。はい、チーズを先にパラパラと、はい、はい、先にかけます。これもとろけるチーズですね。はい、はい、そうです。で、この日でこれマグロ、マグロ適当にこんな感じで食パンの上にマグロとエビが乗ってますそしてさらにイカですねえ、タコも、はい、まあ、あとはちょっとこの辺の野菜をちょっと、はい、これえのきですか。はい、えのきもボイル済みですね。はいはい、これにしめじも乗っけて、はいはい、でこれ本当は、はい、このまま焼くんですけど、ええええ、ちょっと もうちょっとだけチーズを、すいませんチーズは多い方が美味しいですから、はい、じゃあこのままあと焼きます。はい、オーブンで焼くんですね。はい、じゃあお願いいたします。はい、
大体トーストの時間なので1分半から2分ぐらいでできると思います。はい、温度は200度で、180度から200度ぐらいで、はい、はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあそろそろできたと思いますので、あ、ちょうどいいですね。はい、はい、熱々ですね。はい、はい、じゃあそれでは、はい、最後に刻み海苔、ね、をはい、完成です。和風トーストの完成、出来上がりです。お味噌がアクセントになった和風ドリア、とっても簡単でしょ。今日のおさらいをするわね。具材は切って絡めて炒めて、あとはぐるぐるかき混ぜておけばよいのよ。小麦粉はね、水分と一緒に加熱するとでんぷん構造に水分が入り込んで、でんぷんの粒が膨らみ破裂して構造がほぐれてゆるーくなるから、ドロッとした糊状になるの。専門用語でアルファ化って呼ぶの。これ豆知識ね。ご飯はガーリックライスにしてみたり、トッピングのチーズを山のようにもりもり乗せても素敵だと思うわ。和風トーストはジャムのように塗りたくったとろろ芋がアクセントよ。そこにチーズとお刺身を乗せちゃうなんて未知との遭遇だわ。どんなお味か試してみてね。お刺身は夕方以降のスーパーでお値下げしたものをゲットするとよろしくってよ。トーストにはコーヒーを入れちゃう、そこのあなた、ここは味噌汁を用意してちょうだいね。材料は動画の概要欄にしたためておいたわ。参考にして作ってみてね。はい、今回は前日のお刺身ですよね、はい、メインは、はい、前日のお刺身を作った和風ドリアと、はい、それから和風トースト、はい、ちらっとマグロが見えますけども、どんな味なんでしょう。どうぞお召し上がりください。いいですか。はい、どうぞ。いただきます。どっちで食べればいいんだろう。まずじゃあフォークの方で。これはナスでしたよね。はい、ナスいただきます。うん、味しっかりついてますね、これ。それからマグロ、ドリアにマグロ、美味しいです。ありがとうございます。それと何だってこれチーズですね、はい、ビヨンビヨン、効果を入れましたけども、このチーズも、うん、味がしっかりしてますね、はい、美味しいです。ご飯と一緒にいただくとちょうどいいかもしれません。こっちも食べてみて、はい、和風トースト、マグロにイカにエビ、はい、タコいろいろこの辺ちょっといただいてみます。どうぞ。どれどれ、忘れてました、とろろ入ってましたよね。そうです。とろろが今口の中に来ました。びっくりです。このとろろも、これも出汁効いてて美味しいです。ありがとうございます。とろろとチーズとマグロ、今までなかったです。うん、合う。あ、よかったです。絶対進めるべきです。ありがとうございます。今日は和風ドリア、はい、和風トースト、はい、両方合うということで、トースさん、今日は本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。では次回もお楽しみに。